第3強斉藤京選手、はい、広島東洋岡本。野球人生最良の瞬間、自然と出たのは驚きの表情でした。甲南大学の岡本俊、カープがドラフト30目で指名した投手です。もう本当に頭が真っ白になるぐらい驚きました。186センチ80キロと恵まれた体格から140キロ台後半のストレートを繰り出す大型右腕。スカウトから将来性の高い投手と評されますが、投手に転向したのはわずか4年前。徳島出身の岡本、小学2年の時に野球を始めました。高校時代は内野手としてプレー。甲子園への出場経験はありません。その段階でプロとは程遠い世界でした。転機が訪れたのが高校3年、甲南大学の練習会です。まず一番最初にキャッチボールをさせたんですけども、その時のもう球筋を見て、ピッチングコーチと私とびっくりしまして、もう素晴らしいボールを投げてましたので、この子はもしかしたらピッチャーとして対戦するかなっていう話はしました。ショートとしてやりたいという気持ちもあったんですけど、監督がピッチャーだったら来てくれということだったので、もうピッチャー一本にしようというふうに思いました。大学からの投手転向、プロへの道が始まりました。やっぱり最初は野手のような投げ方で投げてたんですけど、徐々にこうピッチャーらしくフォームをこう研究しながらやっていくところが難しいかなと思いました。野手から投手へ、一筋縄ではありませんでした。乗り越えることができたのは、恩師が一番の強みとして挙げる素直さです。ピッチャーという経験がやはり少ないもんですから、先輩含めましてね、いろんな人にね、いろんな話聞いてました。で、それを彼が素直に聞いて実践する、そういう素質を持ってた4年間でここまで伸びた原因は、やっぱりそこの素直さにあると思ってます。持ち前のセンスと努力も合わさり、投手としての才能は徐々に開花します。入学当初130キロ台後半だった球速は10キロ以上アップしました。4年生になる頃にはプロのスカウトからも注目される存在に。気づけば4年前には考えもしなかったプロへの思いは確固たるものになっていました。これは七夕でみんなでこう願い事を書くときに書いたものです。絶対にプロになってやろうという思いで書きました。夢の扉は開かれました。本人も驚く3位という高評価です。自分自身こんな高評価していただけると思ってなかったので、呼ばれた瞬間はもう本当に嬉しくて言葉出ませんでした。野球人生最大の転機をチャンスに変え、掴んだ夢の切符。次の高い壁に向けても気持ちは万全です。はもうすぐにでも試合に出たいという気持ちを強く持っているので、この言葉にしました。先発として毎年10勝は目指せるようなピッチャーになりたいと思います。